Yo. I'm a sharpshooter at post masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? そうか。許せねえ。おや！じゃあ、またな。よっしゃ！なあ。
よし、行こっか。高牧さんだけだと思ってたんだがな。二人っきりだと緊張しない？監視だよ。お前が変態なことしねえように。妙な勘繰りはやめてくれ。彼女に異性としての興味は一切ない。え？何か問題でも？ああ、別。じゃあ、始めよう。呼んでんぞ。ダメだね。予定と違うぞ。油断させてとっとと事情言わすはずだろ。いや、こんなんなるってわかるかよ。終わるまで待つしかねえな。マジめんどくせえ。我が輩、部屋の外に出てみようかな。こうしてる時間がもったいないぜ。暇すぎるからな。ちょっと偵察でもして。終わった？ダメだ。はあ？ごめん、私じゃダメ？いや、違うんだ。ただ、今日はちょっと調子が出ない。悪いが、日を改めさせてくれ。ふざけんな！何時間待たされたと思ってんだよ！ごめん、今日ね、話があって。お前んとこの先生の噂だよ。またそれか。私が古典で見たあの絵、本当は北川くんが描いたんだよね。それはやっぱりそうな。お前の先生マジやべえんだけど。弟子をただのものだと思ってやがる。だから盗作だろうが虐待だろうが、そんなのお構いなしってわけだ。言っとくが、俺らに隠し事は通用しねえからな。何を言ってるんだか。逆らえなかったんでしょう。でも私たちならきっと力に。やめてくれ。お前たちの言う通り、俺たちは勘違いしないでくれよ。俺は自分から着想を譲ったんだ。これは盗作とは言わない。先生は今スランプなだけだ。どういうことだ？北川君、出てけばいいだろ。弟子にもみんな逃げられて、それでお前一人ってことじゃねえのかよ。弟子が師匠を助けて何が悪い。被害者などどこにもいない。身勝手な正義を押し付けるな。
俺は弟子として先生を支えている。それの何？二度と来るな。次は迷惑行為で訴えてやる。待てよ、話は済んでねえんだよ。じゃあ仕方ないな。おい、通報させてもらう。今日はモデルをお願いしたんだ。そもそも他の二人を呼んだ覚えはない。だとこら、リュウジやめなって。落ち着こう。くそ。通報はやめておく。ただし条件がある。条件？高牧さんにモデルを続けてほしい。でもさっき違うって。あれは俺が無意識に君に遠慮してしまっていたから。けどもう心配しなくていい。君が全てをさらけ出してくれるなら俺も全身全霊を込めて最高のラフ画に仕上げてみせる。はあ？ラフ？理想のモデルでラフ画を描けるなんて。もちろんお前らは入れないし、今日の話も忘れてもらう。そろそろ新作を先生に提出しないと。いろいろ不都合がある。ラフってヌードでしょ？なんでそんな話になんの？それが条件だからだ。そんなのって、いや、それまずくね？個展の会期中なら昼は先生も不在が多いし、ここを好きに使えるな。少し画材を足しておこう。ちょっと待った！もちろん待とう。君に合わせていつでも予定を空ける。個展が終わる頃までには来てくれ。違う、違うって。何勝手に。そろそろ先生がお戻りになる。今日はここまでだ。高牧さん、連絡を待ってる。ダメダメ、話終わってないから。おい、どうするよ。まったくだ。簡単に納得すんな。あれ、モデル終わった？猫。バカ。うや。頭おかしいよ絶対。このままじゃヌードだよ。おのれユウスケ。やつのあの言い方じゃセミじゃなくてフルだな。フル、フヌヌードアンドなの。いいから。つか個展が終わる前にマダラメを改心させればオーケーってことじゃね。でも北川くんはマダラメを恩人って思ってる。改心させる必要あるのかな。じゃあアンドノはフルに。ねえから。マダラメだってカモシダと変わんねえ。野郎は親のいないユウスケを利用してやがんだぜ。他の弟子たちと同じひでえ目に遭わされんの見過ごせってのか。けど本人にそれでいいとか言われたままだとなんか悔しいっていうか。アンドノは鴨志田のこと耐えてたからユウスケに思うとこがあるんだな。うん。とにかく絶対狙うべきだろう。マダラメは待ってた大物だし、ユウスケの目も覚まさせてやろうぜ。俺らと同じになっちまう前にな。
そうだよね。まずはまだらめのことを調べないとな。表沙汰になってないこととかまだまだあるかもしんねえし。古典で忙しくなればパレスの中を調べやすくなってるかもな。あと私のモデルのことも。新作を提出しないと不都合がって北川君言ってた。近々まだらめの作品ってことでなんか発表とかあるの？じゃあお前の裸世間に大公開ってこと？無理無理。これは何が何でも個展が終わるまでにまだらめを。なん早速明日の放課後から動こうぜ。屋上はまた会長さんに見つかると面倒だし、集合はそうだな。渋谷の通路みてえな、あそこでいいか。まだらめんちからも近いし。アジトを点々と変えるか。我が輩嫌いじゃないぜ。ちょっと君たち話いいかな。ん？見たとこ君らただの押しかけファンって雰囲気じゃないよね。あ、ごめんごめん。実はまだらめの門下生と知り合いの人間を探してんの。昔盗難にあったっていうさゆりって絵があるんだけどね。当時の門下生がまだらめの虐待の腹いせに盗んで出てったって噂をつかんだわけ。なんか聞いたことない？被害者がいて初めて事件になる。虐待がないとなれば書きようもないか。一旦出直すかな。時間取らせて悪かったね。私記者やってんの。何かネタあったらここに連絡くれる？それじゃ。今日は解散すっか。
さてと。
よーし。諸君、ようこそ新しいアジトへ。今回のターゲットはマダラメだ。見ただろ、あのパレス。前と同じなんて舐めてたら痛い目を見るぜ。それにアンドノの低層がかかってる。はあ？やることは鴨志田の時と同じだ。まずはパレスで潜入ルートを確保。その上で心をいただく予告、お宝を実体化させて。はいはい、質問。マダラメって俺らのこと知らねえじゃん。なんで警戒されてたわけ？だいぶ学習してるな。いい、きっと誰も信じてないんだろう。知らない相手は全員敵扱いなのさ。それか悪い噂が広まってるって知ってイライラしてるだけなのかも。じゃあパレスが荒れてんの、もらい事故みてえなもんってことかよ。何にせよ我が輩たちはいい子ちゃんで言っとこうぜ。無駄に警戒度を上げちまったらお宝を取りづらくなる。今回は北川君にも気をつけないとね。見られたことはすぐマダラメに伝わるだろうし。その通りだぜ。てかマダラメのお宝って見た目どんなの？また王冠？いや違うだろう。けど物を見れば我が輩の直感で確実に。うわ、ああ変なテンションになるから。今回の期限って個展が終わるまでなんだよね。ってことは6月5日だ。今回も予告状を出した後で決行だ。だから2つ戻って6月2日には潜入ルートを確定しないとな。いい？絶対に失敗できないんだからね。一暴れするとしますか。いいか。
うわ！正体を見せろ。破壊する道があるか。先制攻撃チャンスだ。弱点は見当たらないな。いただいていく。チャンスじゃねえの。ふっ飛べ。アルやるじゃないか。ほらほら。ここはお見に我が決意の証を見よう。ざまねえな。まあいいさ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし。回転って武器三体だが、実力はこちらの上だ。
それで暴いてやる。ここで終わるのか。先制攻撃チャンスだ。疾風が弱点だ。おお、弱点が狙えるな。この状況は。おお、上感覚クイーン。エルサ、いただいていく。とどめだ！我が輩にふさわしいスキルだ。よし。ふん、俺の敵じゃねえぜ。
暴いてやる。ボンドの扱いも知らないよ。先制攻撃チャンスだ。行け。さて、今の大したことなかったね。見つかったか。もっと周囲に気をつけていくぞ。かなり。暴いてやる。よし、手応えねえな。感じるぞ。研ぎ澄ませ。研ぎ澄ませ。セーフルームが近くにありそうだ。ジョーカー。お、新しいセーフルームだな。帰ったか。おい、おい、君か。どういう意味だ。よ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
がとうございます。マジかよ。さあ、それでは。あっちゃー。我が輩からの提案だ。よし。帰るとする。
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
今飛んでるの？よし、一暴れするとしますか。つけておこう。